私は、見た目にはわからないけど、とある難病を患っていて、時々体調不良を起こす。なので、そんな時は、優先席が空いていたら座るようにしている。普通席が空いていたら、もちろんそっちに座る。だけど、身長160cm 超えのパッと見、健康そうな人間が優先席に座っているとイチャモンをつけられることがある。大体が騒ぐ子供を注意しない親だとか、マナーのなってない老害だけど。なので、最近は虫よけとして、優先席に座るときだけはヘルプマーク。マタニティマークの病人版みたいなものというのを見えるようにしておく。その日も体調が悪かったので会社に遅刻してしまい、電車に乗ったら優先席が空いていたので、座ったら隣に座っていたばあさんが、ペースメーカーを入れるから携帯の電源切れと言ってきた。とっくの昔に総務省から害はないって発表はされてるし、最近は病院ですら通話以外は OK なんだけどなぁと思いつつ、面倒なので電源を切ろうとスマホを操作していたら、何を勘違いしたのか、ばあさん係員呼びましょうかとか言い出す始末。なので害はないですし、今電源切りましたけどと言って、その後はスルー。まだ何か言いたそうだったけど、周りの乗客が注目しだしたのと、ヘルプマーク、これが結構目立つをちらちら見て黙った。しばらくしたらそのばあさん、電車内で通話したした、この時点ですれたい。思わず人にはダメとか言いながら、自分は使ってんじゃんと言ってしまった。何やら言い訳がましいことをごちゃごちゃ言っていたけど、相手にするのもバカらしいので、その後はいないものとしてスルーした。病気になって気づいたのは、入院して生命維持に関わるレベルまでひどくなってる人たちは割とまともな人が多くて、中途半端に良くなってるやつほどずうずうしいやつが多いということ。自分も難病とはいえ、あんな年寄りにはなりたくないので、戒めとして書きこ